皆さんこんにちは、川見くんです。はい、今日はですね、害虫のお話をしたいと思います。まあ、害虫というとですね、実際は見たくないものなんですが、園芸をやっていく上ではどうしても切っても切り離せないちょっと関係になってくるかと思いますので、まあ、害虫すごくたくさんの種類がおります。なので一つ一つこう覚えていくのは非常に難しいと思いますので、今回はまあ、私が経験してきた中、またお客さんから一番問い合わせが多い中で、最も危険な虫、最も防除が大変な虫ということで、今回はですね、ベスト5という形でお届けしたいと思います。今回特集する害虫は、まあ、基本的には、まあ、日本の多分全土で出やすいんじゃないかっていう害虫を主にフューチャーしてますので、ある特定の害虫、危険な害虫、まあ、その辺はちょっと省きます。まあ、基本的には一般的に出るだろうと思う害虫をベスト5で、特集していきたいと思います。今回覚えていただきたいのはですね、その症状、あと防除の仕方、これをですね一応マスターしてほしいと思います。このチャンネルですね、ありがたいことにですね、女性の方が見てくれてますので、害虫の写真はほとんど使いません。私の口頭での説明と、今日はですね害虫にあった薬剤ベースでちょっと話をさせていただきますので、今回お届けする5種類の害虫、こちらに関してはやっぱしっかり覚えていただきたいので、今回少し動画が長くなってしまいますが、ぜひとも最後まで、ご覧ください。この症状を覚えて、なるべく枯らさないように私がお手伝いしたいと思います。私が思うちょっと厄介な虫、危険な虫の、ベスト5なんですが、ベスト5はですねハダニです。さあ皆さん、ハダニと聞くとちょっとピンとくるかと思いますが、そうです、ダニなんですね。動物につくダニとはちょっと違います。植物につくダニなので、基本的には人間の血を吸ったりペットについたりっていうことはまあ一切しないので安心してくださいと言いたいところなんですが、植物にとってはもうものすごく厄介、人間でいうダニと一緒の存在なので、これがなぜ5位にランキングしたかというとですね、基本的にダニっていうのはめちゃめちゃ小さいんですよ。なので危険度からするとまあそんなに大したことないです、正直なんですが、塵も積もれば山になるっていう言葉があると通りですね、大量に発生するとこれがまたすごく事態を悪化させます。ダニは基本的にはクモの一種です。葉っぱの基本的には後ろにつきます。ですが、もう本当に細かいです。たくさんおれば見えるぐらいの小さい虫なんですが、色はいろんな色があります。赤色があったり、まあ黒色があったり、茶色があったりします。で、症状としたら、葉っぱ、特に草花ですね、多いのは。樹木にはそんなに発生しないと思います。葉っぱの表面が白っぽくかすれてきます。はい。まあどういうことかというと、基本的に葉っぱは緑なんですが、だんだん白っぽくかすれた状態になってきます。葉っぱの後ろについて、汁を吸ってます。吸われたところの組織の色が抜けてきます。なのでまあこう白っぽくなってくるっていう印象ですね。まあ、ハダニの見分け方なんですが、まあ、周りが白っぽくなってくる、これなんかおかしいぞ、病気かなっていう風に判断しがちなんですが、まず一度ですね、そのような症状を目撃したら葉っぱの後ろを見てください。葉っぱの後ろにもしかしたら動いてる小さな点々が見えるかもしれません。それがいたら間違いなくハダニです。あと特徴的なのが、クモの一種なのでクモの巣みたいな巣を張っているところがあります。なのでそういった症状も見たら、まあ、間違いなくハダニだと思ってください。このハダニが、まあ、なぜ5位にランキングしたかというとですね、防除が大変なんです。まあ、どういうことかというとですね、薬が効かなくなるんです。まあ、これもどういうことかというとですね、ハダニはですね、生まれてきてから死ぬまでの産卵サイクルがめちゃくちゃ早いんです。なので簡単に言うと、薬に対しての抵抗をすぐつけます。ハイブリッドの子供たちをもうすぐに産んでしまいます。一発目は効いたとしても、もう2回目からは薬剤抵抗がついて効きにくい、3回目にはもう全く効かないみたいな状態になってしまう。これがもう一番ハダニの恐ろしいところなんですね。群生してしまうともう本当に防除が大変です。葉っぱの後ろにつくので薬剤が基本的にかかりにくい。じゃあどういったもので防除すればいいか、これをですね、当店の薬剤コーナーの、ま、商品説明しながらご案内したいと思います。はい、やってきました。薬品コーナーなんですが、私最初に写真あんまり出さないって言ったんですけど、よく見たらですね、薬品のパッケージに結構写真載ってたんで、多少写真出ちゃうと思います。ちょっと引き気味に撮りますので、ご了承ください。はい、では行きましょう。ダニですね、殺虫剤がまあこういろいろあって、ダニに効きますよなんていうのも結構あるんですが、ダニですね、基本的にはダニ専用を使ってください。ここがポイントですね。ダニ専用、出しますよ。はい、写真出しますよ。気をつけてくださいね。はい、はい、じゃじゃん。ちょっと引いてるんで分かりにくいでいいんですかね。はい、この赤いダニがいたり、この黒いダニがいたりっていう感じなんですが、ダニ剤ですね、基本的に専用のものがあります。これですね、ダニ太郎さん、バロック、コロマイト、このあたりがですね、ダニ専用の薬になると思います。ダニ剤はですね、何がすごいかというと、先ほど言いました、
ダニはすぐ薬に抵抗をつけると言ったんですが、抵抗つきにくいような材料を使ってます。なので殺ダニ剤っていう専用剤を使えばほぼ、ダニに対峙することができます。こちらの薬は原液を薄めて噴霧器でかスプレーでかけるタイプなんですが、まああんまりそういったものを持ってなくて手軽にやりたいよっていう方におすすめなのがこんな感じの商品があります。これはアースさんですかね、ロハーピーと書いてありますが、スプレー剤で簡単にやりたければこういう食品原料のものお薬というか材料、この辺も結構おすすめです。ダニですね、出やすい時期があります。これ今から説明する虫たちそうなんですが、基本的に年中出てるわけではないので、私的にはあるポイントだけ抑えてしまえば簡単に防除ができると思います。ダニは基本的には梅雨明けから、夏ですね、6月、7月、8月、9月が一番発生率が高いです。気温がだいたい20度から30度ぐらいまでの間、そして乾燥している時、この時に一番発生がしやすい時期なので、その時期を気をつけていただければ、後の時期はまあそこまで気にしなくてもほぼ発生しないと思ってもいいと思います。気をつけるのは6月から7、8、9と、その間で症状を見ていただいて、白っぽいような、かすれたような症状が出てる場合は、基本的にはダニ剤、こちらを使ってくださいね。はい、第4位ですね。はい、第4位は、貝殻虫です。皆さん聞いたことありますかね？貝殻虫。まあ連想すると大体わかりますね。貝殻です。はい。なので、本当に成虫は貝殻をまとったような形状になってます。殻をかぶってるんですね。貝殻虫実はですね、もう何百種類か種類がおるんです。なので形状が白いものもあれば黒いものもある、茶色いものもある、という認識を持ってください。そして殻もですね、硬いものもあればふわふわの柔らかいものもあります。といった具合ですごくたくさん種類がおるんですが、見分け方は結構簡単です。どこにつくかというとですね、枝です。貝殻虫は基本的に枝につきます。葉っぱにはほぼつきません。枝につく虫って基本的にはそんなにいないのですぐわかるかと思います。あと貝殻虫がついてるなっていう目安、特に樹木につきます。樹木類で葉っぱがなんか黒っぽくなんかベタベタしてるぞっていうのを経験がある方いらっしゃいますかね。葉っぱや幹がくま黒くなってきてちょっとなんかベタベタ汚い汚れがついてる、はい、この症状が出たらほぼ間違いなく貝殻虫がいます。でその黒っぽいベタベタはこう拭くと取れます。そうなってる樹木はですね、上の方の枝を見てください。必ず白か茶色か黒いちょっとブツ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 ってちょっと気持ち悪いんですが必ずついています。それが貝殻虫です。はい、で貝殻虫がじゃあ何をしているかというと、枝について枝の汁を吸ってるんですね。樹液を吸ってるんです。なので貝殻虫がつくと樹勢、まあ、木の力が弱くなります。そしてその汁を吸って、まあ、虫なので糞と尿をします。それがですね枝から下に落としてきます。ダバ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 落とします。それが葉っぱに付着してついたカビ、これが黒くベタベタするものなんですね。でこの症状をですね、一応すす病っていう病名がついております。なのでスス病っていう病気を止めたい場合は貝殻虫を退治する、まあこれが鉄則です。そしてこの貝殻虫、硬く殻をかぶった状態で薬がすごく効きにくい、これも厄介なポイント。今回はですねこの貝殻虫に効く薬品をですね、紹介したいと思います。では行きましょう。はい、貝殻虫行きましょう。貝殻虫をですね殺す薬、まず原液の方はですね防除するステージの段階があるんですね。いわゆる成虫とあるわけなんですね。その段階で貝殻虫を一番殺しやすいのは幼虫なんですね。成虫、貝殻をまとう前の段階で薬、薬剤散布して殺してしまえば、あの辛い型をかぶせることなく簡単に防除ができるんですね。はい、その幼虫退治の薬、これがですね、当店だとこの辺ですね。はい、松グリーンさんとマラソンでも効きます。あとはですねこれ MC 緑化さんの貝殻虫、こんなん出ましたね、知らなかったです。幼虫防除、こういったものを基本的には噴霧器でかけてしまう、これもですね時期があるんですね。この時期に必ず散布しておいた方がいいよっていう時期が5月から8月ね。はい、5月6月ぐらいにやっぱりこう他の虫と合わせて、特に樹木ですね、樹木類毛虫なんかもよく出ると思うんで、今の段階で樹木の枝、葉っぱ枝にバーッとかけてあげる、これをするだけでもう全然違います。はい、で幼虫防除ができなかった場合、これですねもう貝殻をかぶってしまった場合、そういった場合は、はい、この辺が一番メジャーですね、マシン油、マシン油ですね、まあ、いわゆる油なんですね。これも先ほど言ったダニと一緒ですね、かけて窒息死させるような感じで使う薬です。なんですが、貝殻をまとった貝殻虫ってその薬をやって殺すことはできるんですが、基本的にはそう落ちないんですね、枝からなかなか。なので見栄えが結構悪くなってしまいます。まあいずれ落ちますが、できれば一番いいのは幼虫の段階で防除、
これが一番いいです。繰り返していますね。5月6月7月、まあできれば5月6月ぐらいに薬剤散布をしていただくのが一番いいです。発生となる原因がですね、風通しが悪いとやっぱり出やすいんですね。発生率が高くなるんで、特に梅雨時期、剪定をですね、葉っぱが混み合っているような枝がありましたら、なるべくこう交差している枝を切り落としてください。そうしていただくことである程度防ぐことができます。簡易的にある場合はですね、このエアゾールタイプでこう貝殻虫用が出ております。はい、続いて第3位です。第3位はですね、イラガです。はい、この地域、まあ愛知県ですけども、ここは別名オコゼと言ったりします。はい、ピンとくる方もいるかと思いますが、イラガ、オコゼ、まあとイライラ虫とか、なんか地方では言い方あるみたいなんですが、この虫はですね、基本的に毛虫になりますね。形状、まあ、そんなに大きくないです。だいたい2センチ3センチぐらいの形状で、緑色してます。体の前後にですね、ちょっと角みたいのがこう生えてて、その角からトゲがビシ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 と生えてます。上から見ると黒いラインがですね、背中に1本か2本ぐらいこう走ってますね。はい、このような虫がイラガです。イラガですね、基本的には簡単に防除できる虫です。はい、言ってしまえば薬も紹介しますが、薬は結構簡単に撒けば殺すことができると思います。ですがこの虫の厄介なところ、これがですね、刺されたらとんでもなく痛いです。こんなに小さいんですが、もう多分一番痛いんじゃないかっていうぐらいの激痛が走ります。私たちですね、まあ、植物扱う人間はもう必ず刺されたことがあります。小さくて緑色してるので結構分かりにくいんですね。なので知らずに手を突っ込んだり、中に入って剪定してたりするとブチッと刺されるケースが多々あるっていうことですね。このイラガを見つける、ポイントなんですが、葉っぱをまず食べます。食害するので葉っぱをもうかけてきます。あと特徴的なのがですね、葉脈、まあ、いわゆる葉っぱの葉脈を残すことが多いので樹木の葉っぱを見てください。まあ、草花にあんまりつかないと思います。樹木の葉っぱで葉脈だけ残ってる部分が何箇所かある場合、これはですね、イラガが発生している可能性が結構高いです。イラガはですね、ポイントを押さえてしまえばある程度防除は簡単にできるかと思います。では早速ですね、効く薬剤を紹介しながらもう少し説明していきたいと思います。オコゼ、イラガですね、殺虫剤なんですが、これですね、実際イラガとかオコゼ、まあ、一緒なんですけど、簡単に殺せます。いわゆる毛虫の薬使っていただければすぐ防除はできます。なので一般的なこのマラソンとか隅調なんかで、まあ簡単に殺すことができるんですね。なんですが、一つ気をつけてほしいのが、先ほど言いましたイラガ、オコゼはですね、刺されるととんでもなくかぶれます。痒くなります。痛くなります。なので基本的にこのようなハンドスプレー剤はおすすめしません。なぜかというと、こういうハンドスプレー剤はかなり近くまで行かないと、薬がかからないです。なので案外こう手を突っ込むともうその段階で刺されたりするので、効くんですけどおすすめはしません。もし手軽にやりたい場合は、はい、このような毛虫専用で5メートルジェットタイプ、こういったタイプの長距離に噴霧できるような、毛虫用の薬があります。こういったもので大丈夫なので、いわゆるジェットタイプを、活用してください。はい、イラガオコゼの発生時期なんですけど、これもですね、やっぱ夏場にかけてです。6月7月8月9月ぐらいですね。一番多いのは7月8月ぐらいかなと思うんですが、その前にやっぱり予防としてだーっとかけておくとだいぶ発生率が変わってきます。あとオコゼなんですけど、これ死骸、まあ、殺虫剤かけて死ぬじゃないですか。ポト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 って落ちるんですが、死骸にも毒がありますんで気をつけてください。死んでるからといって触るともうそこの段階でまた手がただれてきます。めちゃめちゃ厄介なので、長距離からの噴霧ですね。あとまあ死んだらまあほうきとかちょっと柄の長いもので取るという感じで処理していただきたいなと思います。はい、やってまいりました。第2位です。もうこの辺からですね、結構危険度がぐんと上がります。枯れるケースが多い虫になりますので必ず覚えてください。はい、第2位はコガネムシの幼虫です。これピンときた方もいるかもしれません。コガネムシですね、いわゆるカナブンです。カナブン、成虫も葉っぱを食べるっていうちょっと悪さをします。なんですが今回はですね、その幼虫です。もうめちゃくちゃ厄介で、もうこれ園芸をまあ1年か2年やられてる方は必ず出会ったことがあるんじゃないかっていうぐらい発生率も高いです。はい、ではコガネムシの幼虫ですね、どんな形状をしているかというと、もうすごく簡単です。カブトムシとかクワガタの幼虫を見たことがいますか？あのカブトムシクワガタの幼虫を二回りぐらい小さくした形状のこれぐらいの虫です。この虫がいるところが厄介なんですね。これが土の中にいるんです。で、何をするかというと、
ると植物の根っこを食べます。はい、これ最悪です。植物は根っこを食われたら顕著に枯れます。基本的には根っこから養分水分を吸って上に上げて葉っぱを出すんですね。その栄養を取る水分栄養を取るような土台が失われてしまうと、もう必ずこの葉っぱが枯れてしまう。そして再生するまでにすごく時間がかかってしまいます。極論から言ったら葉っぱを食べられる方が全然マシですね。葉っぱは食べられても根っこはしっかり残ってるので、根っこがカバーしてまた新芽を吹くっていう力が出すことができるんですが、根っこを食われたらですね、根っこは出すしかないんですよ。で、根っこなんかすぐに生えてきません。この虫の症状がすごく分かりにくい。これにつきますね。お客様の中でもう本当になんで枯れたか分かんない、通常で管理してていきなり枯れたっていうケースが結構相談来たりします。そういった時に疑ってほしいのがこのコガネムシの幼虫でもあります。特にプランター栽培、鉢植えをされている方は顕著に障害が出ます。というのも鉢植えは鉢の中限られてますよね。なのでコガネムシの幼虫もその中を基本的に中心に食い荒らします。地植えの場合はいろんなものが植わっているので、雑草の根も食べたりするので、いろんなところにこう潜ってって一つの植物だけを食い荒らすってことはしないんですね。被害があってもそんなに気にならないとかわからない程度で済むケースもありますが、蜂の場合は必ずその中の子を全て食い荒らしますので、その生えてる植物がまず枯れます。今回ですね、そのコガネムシの退治の仕方、防除の仕方を教えたいと思いますので、ぜひご覧ください。コガネムシの幼虫退治、これもですね、専用の薬を使ってください。でないとほぼ殺すことができません。はい、専用の薬はこちらです。はい、基本的にはこのダイアジノン流剤を、使っていただきたいなと思います。今ですね、このオルトラン、同じ会社ですけど、オルトランデラックスっていう商品が、出てます。こちらもですね、一応、コガネムシの幼虫を、撒くだけで退治できるっていう薬なんですが、効果としたらどうだろう、いまいちかなっていう気はします。ある程度予防剤っていう感覚でこちらは使ってください。発生してしまった、発生の恐れがある場合は必ずこちらの方がいいですね。コガネムシの幼虫は基本的にこの土の中におります。このダイアジロンですね、結構このマックだけでいいのかってよく質問があるんですけど、マックだけだと効果はほとんどありません。こちらの薬ですね、土の中に入れてガスを出させてこの土の中の幼虫を殺すっていう仕組みの薬になってますんで、必ず土の中に入れることが大事です。では植わってる植物にどうやってこの流剤を入れるか、はい、正式な答えはないんですが土の表面を軽く掘って混ぜ込むっていう方法も一つありだと思います。あと支柱を所々に刺していただいて薬剤を落とし込む、でまた埋め戻すと、こういった類でも、十分効きます。なんでダイアジノン流剤ですね、定期的に土の中に入れるっていう予防方法、殺虫方法をお勧めしております。これもですね、出る時期があります。コガネムシの幼虫ですね、基本的に、6月から9月、この時期に、親の成虫が産卵して幼虫が孵化するっていう仕組みなので、その時期にある程度の防除をしてしまえば年間で出ることはないと思います。これ年間で残ってしまってるっていうケースはですね、6月から9月ぐらいまでに産卵して生まれたものがずっと残って越冬してまた春に活動し出すなんていうので、冬にも見かけるケースはあると思うんですが、基本的には6月から9月、この防除さえしてしまえばある程度年間で防ぐことができると思いますんで、時期ですね、大事なのは、押さえておいてください。はい、ここでよく聞かれる質問、その1、ネキリムシっていう表現、この虫確かにいます。根を食べるので、皆さんこれをコガネムシの幼虫と勘違いされている方が多々おりますが、これ違う虫です。気をつけてくださいね。ネキリムシっていうのは基本的に土の中にはいますが、食べるのは地上部です。地上部の茎を食べます。なんで根っこを食べる虫ではありません。このネキリムシ用の薬を使っても効かないということを少し覚えておいてください。ダイアジノン自体は地の中の幼虫をほぼ全て殺すことができるので、ネキリムシも殺すことが可能です。なのでやっぱダイアジノンが万能かなと、私は思います。はい、ここでカーメン君ガーデンチャンネルを聞いてる方に朗報があります。はい、朗報というか一回試してほしい方法があります。それはですね、コガネムシの幼虫を嫌う植物を周りに植える、この方法を一度試してみてください。いわゆるコンパニオンプランということで、コガネムシの幼虫除けをできる植物が何個かあります。なのでそれをですね、発表したいと思います。
はい、ざっと言ってきましょう。水仙、ニンニク、マリーゴールド、キャットミント、チャイブ、こちらの5種類ですね、植物が、いわゆるコガネムシの幼虫が嫌いな匂い出す植物ですね。はい、その中で、私園芸店の、まあ、一応店長やってますんで、この中で私が思うガーデン要素が、まあ、いわゆるなお花、植えておいておしゃれなものっていうのがですね、キャットニップとチャイブです。こちら結構園芸観賞用としてすごくおすすめなので、少しピックアップしたいと思います。はい、先ほど私キャットニップって言ってしまったんですけど、キャットミントですね。キャットミントこんなような植物です。で、可愛らしくてですね、背丈もそんなに伸びなくてブルーのお花が咲きますんで、まあ、ガーデンにはすごくぴったりな植物だと思います。おすすめです。はい、そしてですね、このチャイブですね、案外ね、注目されないんですけど、観賞用としてめちゃめちゃ私いいと思うんですけどね。はい、チャイブです。こちらも一応気候効果が望まれる植物です。おすすめです。はい、そしてですね、これもちょっとうんちくです。アブラカスの中でツバキアブラカスっていうものが販売されております。まあ、いわゆるちょっと高級なアブラカスになるんですが、こちらに含まれているサポニンっていう、成分があります。これがなんとコガネムシの幼虫嫌いなんですね。で、椿油かすを撒いて、まあ、水をかけると溶け出すと、その中に入っているサポニンの効果で害虫が、まあ、死ぬのか逃げるのかなんですが、このサポニンがですね、非常によく効くということで好評いただいております。肥料をあげながら害虫除けができるので素晴らしい油かすなんですが、一点気をつけていただくことはですね、このサポニン効果が、直射日光当たるとかなり消えるみたいです。直射日光が当たらないところに撒いてもらったり、まあ撒いたところを土で持ってかぶせてあげるっていうことだけでもだいぶ効果が違いますんで、ぜひ、薬を使いたくない方、椿油の油かす、この辺もおすすめですね。はい、ではですね、やってきました第1位です。もうとんでもなく強烈な虫です。この虫は絶対に覚えてください。この虫に出会って、気づくのが遅ければでっかい木でも一発で枯れます。それぐらい凶悪な虫がいます。はい、栄えある第1位はカミキリムシの幼虫です。出ました、幼虫シリーズ。カミキリムシって皆さんご存知でしょうかね。よく多いのがゴマダラって言って、黒い体に白い点々点っていう斑点があるカミキリムシですね。成虫に関したらそんなに悪さをしません。なんですがこの幼虫が最悪なことをします。この幼虫、さて何をするかというと、木の幹の中に入るんですね。はい、来ましたよ、土の中。そして今回は幹の中です。ということは大体皆さんこの症状にまず気づくのが遅くなってしまいます。葉っぱを食害する、葉っぱに出てくる症状は簡単に見てわかるんですが、土の中、幹の中なんていうのは基本的に目視で見れるものがほとんどありません。なので症状、これをよく見るしか基本的にはないんです。ではどんな症状がカミキリムシの幼虫が中に入ったかっていう目安になる基準もあります。それがですね、おがくずです。カミキリムシの成虫が木を穴を開けて卵を産みつけますっていう作業をするんですね。なのでその産みつける時に木を穴を開けます。で、穴を開けた時に必ずおがくずが出ます。木のカスを残してくんですね。これが唯一の道をたどる方法なんですよ。基本的には樹木に多いです。特に太くなってきた時、細いうちは入りません。まあどうですかね、直径3センチ4センチ程度であんまり入らないと思います。これがですね、5センチとか、まあ、本当に10センチとか大きくなってきた時に入ってくるんですね。せっかく何年もかけて大きくなったのにっていう時にやってきて、一気に食われて枯れてしまう。まあこんなケースが結構全国でも多々あるんじゃないでしょうか。カミキリムシですね、別でテポウムシなんていう呼び方もします。なのでテポウムシ、カミキリムシの幼虫、この退治の仕方がもう非常に難しいっていうところがありますんで、薬剤を使ってですね、少し説明させていただきたいなと思います。カミキリムシの幼虫退治なんですが、効く薬がですね、まあこんだけたくさん薬があってもほとんどありませんが、一応専門の薬剤があります。当店でもこの3種類出ております。鉄砲弾、あとガットサイド S、 あとキンチョール E という、3タイプがあります。これそれぞれ説明させていただきますね。鉄砲弾、こちらはちょっと害虫の絵が出ますよ。はい、じゃん。はい、まあこのような幹の中に入り込んでしまうんですが、成虫が幹に穴を開けるんですね。その穴の中に埋め込む薬なんですね、鉄砲弾。昔はこれしかなかったんで、これを使ってくださいっておすすめしてたんですが、まあちょっと言っちゃなんですけど、非常に使いにくいです。穴の大きさがそれぞれいろいろあるっていうことで、まあなかなか入る入らない問題があったりっていうので、ちょっとね実際使いにくいんですね、ごめんなさい。で、私が一番おすすめしたいのがですね、この住友園芸学のキンチョルイですね。この薬、これ画期的です、めちゃくちゃ。はい、これ何がね画期的かっていうと、成分はね大して画期的とは思わないんですけど、このノズルですね、見てください、この絵で書いてあります。
これ絵に描いてあるようにこの棒、とんがった棒がありまして、こういう風に先端の部分が3方向になんと出るノズルなんですね。幼虫は上に行ったり下に行ったりします。どっちに入ってるか分かりません。なのでこれを突っ込んで噴射することによって上下に薬剤がまんべんなく穴の中に入るので完全に殺すことができるんですね。これめちゃくちゃ画期的ですね。むしろこれがないと防除できないんじゃないかぐらいな感じなので、私が思うにですね、このカミキリムシの幼虫退治の緊張類、これですね、一家に一本あった方がいいんじゃないかと、思っております。というのも案外このおがくず、木におがくずが出てるのが目安なんですけど、そのおがくずを発見した時には結構もう手遅れというかもう進んでるケースが多いんですね。それからじゃあ園芸店に行きましょう、ホームセンターさんに行きましょうって、皆さんすぐにそんなに時間が取れません、忙しい中ね、なんですが、じゃあ今週末まで待とうなんて言ってたらどんどん幼虫が食べてってしまって、木がどんどん枯れ始めてしまうので、もう見つけたらすぐやりたいわけなんですね。なので1本常備しとくことですぐに噴射ができます。で私もそうですが、これ1本必ず家に置いてあります。カミキリムシの幼虫の他に毛虫アブラムシなんかも殺しちゃったりするんで、これ肌にって書いてありますね。わお、なので待ってもいいかなと思います。であとは予防ですね。予防として出てきたのがこのガットサイドですですね。これはどういう薬かというと、これ本当にペンキみたいな、まさに、はい、これはですねペースト状のものに薬剤が練り込んであります。なのでハケで幹を塗るんですね。塗ることによって防除する、というお薬なんですね。色は結構白いんで、基本見た目がちょっとあまり良くないんですが、予防をどうしてもしたいっていう方はこのガットサイドをお勧めしております。主軸の、根元ら辺に塗っていただくと効果があるかなと思います。でカミキリムシの、まあ、これが出る時期もやっぱ決まっております。これもですね5月から8月と、まさに全部説明したベスト5のランキングされている害虫は基本的に5、6、7、8、9、この段階で出てきます。ポイントですね、5月6月に1回はちょっと薬剤散布を検討してほしいかなと思っております。まあその時期は特に幹ですね、と株元におがくずがなんか落ちてたらもうこれ必ずどっかに入ってますんで注意してみてください。はい、でこれカミキリムシうんちくいきましょう。薬を使わずに防除、忌避したい場合はですね、これやったことあんまり私ないんでこれいいとは言い切れないんですが、木作液っていうものが、園芸店にはあります。木作液をですね株元にかけておくと忌避効果があると言われております。あと草木灰ですね、草木灰、草木灰って書きますが、こちらもまあ撒いとくと忌避効果があるっていうのが調べると出てきます。薬あげたくないよっていう方、まあ草木灰と木作液だったら私は木作液の方が使いやすいと思います。草木灰ですね、巻きすぎるとちょっと土壌環境はかなり変わる可能性があるので、不安な方は木作液の方が無難だと思いますので、木作液で、忌避防除してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の害虫特集ですね、基本的に害虫はもうこれ以外にもすごくたくさんおるんですが、まあ今回はとても危険な虫、厄介な虫にちょっとフューチャーしました。そして全国でも多分発生しうる虫だと思っております。症状対策、これはですね基本的には覚えてほしいと思います。はい、今回の害虫特集良かったかなと思う方はぜひともグッドボタンお願いします。これからもこのようにですね、まあ枯れる原因が何なのかっていうのを少しずつ掘り下げて、特集していきたいと思います。よろしければチャンネル登録もお願いしますね。皆様の園芸レベルがもっともっともっと上がりますように。ではまた次回、バイバイ。